こんにちは、佐々木です。本日は、ラクマ、アカウント停止の恐怖の通告、アカウント消去や停止をされたくない方、出品禁止を確認してくださいというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はいえー、この動画では、えー、昨日ですね、えー、私のラクマの方に、まあ、こういったようにですね、アカウント停止の、えー、と通告ですね、まあ、停止はされてないんですけど、こういったメールが来ました。ぜひね、どういった内容かぜひね、 紹介させていただきます、はいえー、こちらなんですよね、はい。これ、実際の文章ですであの、まあこ。読んでいたと分かりまして、えー、まず、ここはですね、この赤いところがあの問題点なんですけど、同一商品をですね、まあ、同じ商品なんですね、これを大量に出品してました。でそうしましたら、あのアカウント制限しますよっていうメールが来ました。なので、ぜひね、あの同じ商品をですね、 えと4つかな四つ同時に出して、まあ、制限のメールが来ますので、ぜひね、まあ、次回はあの1つだけなんですけど、まあ、出品数1つにし,してるんですけど、まあ、こういったふうに大量に出すと、まあ、アカウント正規の、ね、メールが来ますので、ぜひ、ね、この注意していただければいいかと思いますね。で、あのこの2番目なんですけど、これはですね、えー、メルカリや他のサイトですね、の取引の持ちかけ、誘導です。で、これを、要はあの、ラクマの方が手数料安いので、 そっちで売っていただけませんかっていうことで、まあ、こういった誘導の商売ですね。転売をやるとで、これバレるとあの出品停止ですね。はい。なで、ぜひね、この2つをやると、こういった出品禁止ですね。のメールが来ます。で、最悪もアカウント削除されちゃうようなので、まあ、ぜひ、あの、まあ、今回、あの私のとここれ初めて、もう数年やってきたので、びっくりしたんですけど、まあ今後ね、やらないようにやる、私の場合やらないようにやってるんですけど、ぜひね、 あのまあ、こういったの来るとアカウント削除されちゃいますので、ぜひ気をつけていただければ、ね、いいかと思います。はい、LINE 登録お願いします。LINE 通していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルをプレゼンします。ニックネームカスタンプをお願いします。あと YouTube から質問を一切受け付けていません。LINE アド登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。